はい。えー、アドバンス生からですね、えー、お問いおわせいただいたので回答していきたいと思います。吉田様、こんにちは。先日は長い間、スクール販売のプロモーションについて、えー、ご指導ありがとうございました。前回動画でいただいたアドバイス通り、スクール販売の自動化に着手したいと思います。アドバンス講義で学んだことを踏まえて、自動化の構想を作ってみました。間違っている点、修正すべき点であれば、アドバイスくださいということで、こうしっかりね、資料の方を作っていただきました。で結論言うと、 うーん悪くはないです。悪くはないんですけども。うんまあ、これで言ってもいいと思います。テストでね。テストでいや言ってもいいと思うんだけども、僕の考えとしては、結論、このフロント商品のズームコンサルは、あの、じゃなくて、要は、バックエンドにそのコンサルが入ってるわけなんで、そのバックエンドのズームコンサルに価値を見出したいんですよ。 うん、なので、最初は、例えばフロント商品で、まあ、この 200, 200分の動画教材がどういう内容かちょっとわかんないんですけども、まあ、フロント商品、フロント商品として、フロント商品として、どんな商品がいいっていう。僕だったら、どんな商品、えっとえー、最速でカメラ転売で稼ぐ。 ための、えー、ロードマップとかです、ね、まあ、ベターですけど、うん。うん。まあ、最速で、えー、最速収益化。最速収益化。まあ、あの、自身のね、多分、物語の中で、 一週間か二週間でもうすぐ売れましたよっていうストーリー、物語があるわけじゃないですか。いろんなものに手を出してきてうまくいかなかったけども、カメラ転売は一週間、二週間ですぐ売れて利益が出たっていう多分物語、ストーリーがあると思うんで、その物語をフロント商品にも入れる、入れる。まあ、自,自分のね、あの、なんすか、いろいろうまくやらなかったけど、カメラ転売の場合はこれぐらいこうなった、こうなりましたっていうね。 で、それを、じゃあ僕が初出品で、具体的にどういうふうにやって、ど、ど、どういうことに気をつけて、どういうふうにやったのかと。だ一週間で、た例えば一週間、二週間で収益をこう、出すための最速収益化のカメラ転売で稼ぐロードマップみたいなね。まあそういう感じで、ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4みたいな感じのフロント商品で、これが、まあ29%ぐらいですかね。2980円ぐらい。うん。 まあこれぐらいで売ればいいと思います価格はね価格はでそれをなんだこの教材を買ってくれた人ああ無料プレゼントした人に対して自分のス,あのステップメールでね自分のストーリーだったりとかあのそういうのを話しつつ教育して、えー、ステップメールしてで、えー、この商品を売っていくっていう流れですね でこの商品はじゃあ買ってくれた人に対して今度買ってくれた購入者リストが出ますのでその購入者リストに対してその教材だけではまあそっからここですよねそっからここ教材だけじゃなかなかうまくあのねロードマップ手に入れたけれども一人でやっぱ不安ですよねっていう実際こうやればうまくいくっていうのは分かってるんだけどなかなかその仕入れが不,不安だったりとかまあいろんなその問題点があると思いますと で、そこで、まあ、こういうのありますよっていうところで、えー、バックエンドにつなげていくっていう方が、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、そうすると、ここの、ここで話してるやつを、なんだ、あの、うまくつなげられると思うんですよ。うん。これだとなんだろうな、うーん、な、僕の経験上からで言うと、悪くはないです。悪くはないんだけども、うーん、流れですよね。流れ的には、 うーんこのズームコンサルっていう価値を3000円で売りたくないんですよ。もう一度言いますね。ズームコンサルを3000、ズームコンサルっていう価値を高めたいので、それを安売りしたくはないんですよ。うんだから、このフロント商品をこう売った後に、そのズームコンサルの価値っていうのをしっかり伝えてって、で、僕の塾には、あそれがもうついてます。で、保証もあります。みたいな感じですね。うーん なんでまあちょっとこれ骨組みがズームコンサルっていうフロント商品の骨組みで作られてるので別に悪くはないですでズームコンサル受けて本当に良かったなと思う人はまあ逆にズームコンサル受ける人っていうのはもうモチベーション高い人なんでコンバージョンレートは高いと思いますこれ,これはねこれでこれはこれで高いんだけども今回その自動化っていう部分も入ってるわけじゃないですかでこれをこのフロント商品を作ってしまうとその 自動化してる部分は自動化してるんだけど、そもそもそのフロント商品、ズームコンサルをしないといけないわけじゃないですか。そこで時間使いますよね。うん、でも、ここの流れだと、ここの流れを作ってしまえば、もう、なんですかね、ズームコンサルするのはバックエンド買ってくれた人のみになりますんで、こ、こっちのフロント商品でいけば、ズームコンサルに関してはバックエンド買ってくれた人だけ対応すればよくなるので、 うん、これだと、その、手間かかるし、あとは、僕の経験上からで言うと、うん、ぶっちゃけ、その、落ちるんですよ。で、なんでかっていうと、何ですかね、うん。ズームコンサルって、仕切りがちょっと高いっちゃ高いんですよね。うん、なんかその、なん、はず,ずかし、な、なんですかね。この、ちょっと、うまく表現しづらいんですけど、お客さんの心理ですよね。お客さんの心理としては、 なんか、恥ずかしいとか、うん、なんか、顔、顔、顔を見せたくないとか、うん、なん、すかね、うん、怖いとかね、大丈夫みたいな。なんか、こういう心理がちょっとあるんですよね。なんか、なんすかね、うん、うまく表現できないな なんかその女性と初めて会うときとか緊張するじゃないですか。緊張とかね。わかります緊張とか。初対面、初、初対面ね。なんかこういう心理が働くんで。初対面。まあ、ズームで初対面するわけですよね。セッションするわけですから。まあ、こういう心理が働くので、フロント商品はこっちの方がいいと思います。ただ、こういう心理は働くんだけど、それを踏まえてやる気ある人は多分、ズームコンサルに申し込むと思うんですよ。 で、そのやる気ある人に対してバックエンド売るっていうのは、ここは、あの、コンバージョンレート上がります、多分ね。あげやすいと思います。うん。なんだけども、自動化で行くんだったら、こっちっすね。自動化で行くんだったら。で、えー、バックエンドの塾には保証もあるし、ズームコンサルもありますよ。で、ズームで、ここで言ってる通りですね。だから無料教材だけど、教材だけで。 なぜロードマップだけじゃダメなのか、教材だけじゃダメなのかっていうところで、そのお客さんの声も入れつつ教育してって、あの、僕の塾ではこんなアフターフォロー、サポートしてます、コンサルついてます、みたいな感じですね。うん。あと、ここですね。まあ、これはもう非公開にすればいいと思いますよ。うん、非公開にしちゃったらいいと思います。だからまあ、プロモーション組むときに前の、前の動画をつくあの、使うんだったら、 あの、非公開にした方がいいです。はい。まあ僕も、その、前その、僕の場合はその自動化してないんですけども、まあ毎回毎回プロモーションやるんですけど、お客、お客さんに言われたのが、まあドリアかこう値上げしてって売ってたんだけども、あの、前のその売ってる動画が出てきますよ、吉谷さんみたいな。<laughs> あ、それはあんま良くないな、みたいな。 <laughs> その今、現行でプロモーションしている動画と、前値上げしたプロモーションの動画が、なんか同時で、こう、関連動画に出てきたりとかして、ややこしくなるから、吉田さん、なんか、昔の動画出てますよ、みたいな <laughs>。で、僕も、その、昔のドリアカのセールスとかも、今、非公開にしてますから、うん、これは非公開にして、限定動画で、そのステップメールを見ていただいてる人だけに、その動画が見れるようにするべきですね。うん。 な感じです。はい。なんでちょっとすみません。フロント商品の位置づけを変えて、バックエンドのコンサルに価値があるっていうところに持ってってバックエンド売った方がいいと思いますし、そっちの方がより自動化に近づくかなっていうところですね。はい。まあ、これはこれで悪くはないですよ。うん。だけど自動化でこうやるんだったらこっちの方がいいですね。こっちの方が。うん。 ということで、いただいた構成に関してアドバイスさせていただきました。ありがとうございます。